今日はこちら、プラレールのいっぱいつなぐトミカを運ぶぞ EF65 のカートラインを開封していきたいと思います。で、まあお値段は、これはお値段はとりあえず4390円です。今箱こんな感じ。これは前出たやつのちょっと形変えたやつですね。で、まあこちら説明書いてあるんですけど、この機関車はね、カートレインボー塗装機は実際にカートレインを牽引しない車両ですと書いてあるんですけど、まあレインボー塗装機になってからまあヘッドマークの装着はあったらしく、まあ現職の時、この1118号機が現職の時に、なんかカートレインは牽引してるそうです。まあそんな感じです。で、まあこちら、カンカン踏み切りセットでカートレインを発射しましょう。何これ。これなんか、脇がついてくるからさ、買おうとしないこれ。脇がついてくるから買おうとしてんだけど、大型条件ってあんま、なんか遊びにくいというか、なんというか、デートにあんま組み込みにくいから、なんか、あんま使わってないです。今横はこんな感じ。反対側も一緒。まあまあ珍しくね、パンパンに入ってます。まあまあ珍しくパンパンに入ってます。珍しいね。で、まあ、こちらがまあ、機関車の1118号機。で、カーニ24で、ワーキーのこれ何色って言ったらいいんだろう。オレンジかな。多分オレンジか、オレンジだと思います。オレンジの脇。で、黄色。で、これは何て言うんだろう。エメラルドグリーン。で、青。まあ、そんな感じです。で、まあ、こちらはね、なんていうか、なんか、うざい紙。なんか、アンケートと、あとこれ、なんか、電池の向きと、なんか、部品交換。まあ、そんな感じ。まあ、これはいらんね。じゃあ、メインを見ていきます。まず、出してみると、まあ、こんな感じ。まあね。牽引機がレインボー機だからって言ってね、レインボーにする必要は多分なかったと思うんですけど、なんか、レインボーになってますね。で、まあ、いつも思うんですけど、カータインってなんでこんなさ、死んだでしょ、缶に一両だけな。まずそこね、変ですよ。なんか同じ機関車二つになっちゃったね。まあ見た感じね、色の濃さとかあんま変わんないらしい。缶にも変わんない。でここ見るとなんかシュールだな。まあでも多分プラリエルショップ限定の、このゲットできなかった方はね、これぜひ買ってみるのをおすすめします。あと、いっぱいつなごう。いや、なんか、最後の信頼と、最後のブルートレイナーが北斗星セットみたいなやつでも、カニがついてなかったんで、まあ、その時に、まあ、これカニだけ持ってないって人もね、買ってみるといいと思います。実際にね、この車両は、北斗星編成とかを、なんか、黒磯訓練、乗務員が、なんか、運転手をなんか育成するための、なんていうか、そういうやつで、経営したことあるんで、まあ、ぜひやってみてはいかがですか。見ておきましょう。カシャもね、一流。でもここにね、カートレインという、これシールですね。シールで、ちょっとあって。前のやつはね、なんか、こういう風になんかシールがついてないんですよ。まあ、これはいいんじゃないですかね。最高みたいなのに、まあ、ヘッドマークついてなくて、まあ、これはね、もう書きました。落ちんけど。まあ、こっちはね、ちゃんとヘッドマークがついてます。これはまあ、すごい。だから、こいつは最後尾専用ってことかな。でね、これ。こっち。なんか、いっぱい繋ごうか。カートレインの中、いっぱい繋ごうが2種出てますね。なんでだろうね。しかもこれ、ジミーに名前書いてある。前はね、いっぱい繋ごうカートレインだった気がしますが、今回の商品名だけ、いっぱい繋ごうトミカを運ぶぞ EF65 カートレインとなっております。じゃあね、まあせっかくね、トミカ積みたいんでね、こちら開けてみましょう。このなんか、メンツのなんか、EQ なんかな、これ、紹介しよう。これね、開けて乗せてみます。まあ、こんな感じ。なんかベンツってなんか上にこうやってなんかマークが出てるイメージあるんですけど、まあ、これはね、ないんです。なんかシビックっぽくていいね。で、まあ、台車こんな感じ。あんまトミカ回復するのあんましてない。サスペンションも何もしません。じゃあ、積んでいきましょう。じゃあ、最後尾の青に積んでいきます。やり方は箱に書いてある通り、これを、あとこの荷物部分、このなんか屋根を、こうやって、わかりますか？こうやって、
後ろに押し上げます。そうすると取れるんで、まあここにトミカ乗せて、まあ逆の手順で、戻します。こうやってね、まあ後ろの方にこうやって止めて、で今度は前にやれば出来上がり。まあ、これでね、クリアパーツ使ってるんで、まあ見えます。実際のカートにはまあ見えなかったんですけど、うん。じゃああとね、動作チェックしていきます。電池交換の仕方はまずここ爪を開けます。まあ開けるとね、まあこんな感じでここにね、カバーがあって、でこれを取り始めます。であと言い忘れてた、ちなみにね、ここにね、プラキッズが入るところがあるんでね、まあお好きなプラキッズをこうやって座らせて、これなんかハンドル、これハンドルもちょっと戻せれます。でこれでカバーを一回してみる、まあ見えると、こっちね動きます。でまあ、まあ速度調整とかは特にできません。炭酸電池何で使ってるかって、まあそれはいいじゃないか別に。こんな感じでね、電源車、いや落ちたけど、まあここにねプラキッズを座らせることができます。また落ちるんだね、まあ要注意。でまあこちらはね、まあこの車両についてざっくり説明すると、なんか電源車って言ってね、なんか非電化区間とかで、なんか客車なんで、これ、寝台車とかは、なんかね、寝台車とかは、まあ、こうやってね、動力をね、一つの車両でこうやって発電して、全車両に送るっていうシステムです。まあ、12系とか、なんか、最近の SL 列車とかは、まあ、その、床下に、まあ、各車両の床下になんか発電機がついてて、まあ、そこで発電してます。はい。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。